旧塗装の7003回旧6014回から編入者の1両である旧塗装の7004号軽半7000系電車は1989年に登場した京阪電気鉄道の通勤系電車。1993年までに7000系として25両が製造されたほか、1989年に6000系。 VVVF インバータ制御試作者として製造された3両が1993年に統計列に編入され合計7両編成4本が在籍する。1989年の応答戦開業時の増備車両として同年に6両編成2本と4両編成1本が投入された。軽班で初めて VVVF インバータ制御が本格採用されている。 7003回は当初型の宇治の両線で使用されていた。1991年に中間車を2両申請して7003回も6両化され、1992年には中間車がさらに3両製造されて3編成とも7両化されている。1993年から約2年間は一般車の臨時特急運用にも6000系に変わって充当されていた。 1993年、VVVF インバータ制御試験者であった6000系6014階の京都側3両を系列内で制御方式を統一する目的で、海板の上本系列に編入し、新造の大阪側4両と組んで7004階が蘇生された。このため、7004階の京都側3両は、前面も含め6000系と同じ車体形状となっているほか、 床下の機器配置も他の7000系とは異なっている。前面デザインは6000系のイメージを踏襲しつつ、前面ガラス部の傾斜をなくし、垂直にしたものである。また、側面窓の構造が変更され、6000系6次車以前に比べて、窓枠の露出が少なくなっている。この側面窓の構造は、6000系7次車以降でも採用されている。内装では、座席袖地切りに、 モケットが貼られ、ドアスペースに設置されている、釣りカーの跳ね上げ機構を省略した点が、同系列と異なる。1989年に申請された6000系6014回で、試験を行っていた、制御装置の ATRH4200、RG622A は、東洋電気製造製で、GTO 素子による v VVF インバータ制御を本格的に採用した。 主電動機 TDK6151A は2 0 0ットの大出力の誘導電動機を装備している。最高速度は時速1 1 0トル起動加速度は 6000k より少々上がって時速2 8キロメートル s である。なお、7001回7002回7003回は京都方から3両プラス4両のユニット構成であるが7004回のみ、 京都方から4両プラス3両のユニット構成となっている。いずれも後に登場する7200系のような5両編成での運用には対応していない。7両編成化後は、普通や準急さらには区間急行をメインに運用されている。前日の通り、7003回は製造当初4両編成で、片野線や宇治線で運用されていた。 7002回は2006年3月に、7001回は同年10月に、7004回は2007年11月に、7003回は2008年2月に、それぞれバリアフリー対応工事が施された。工事の内容は、LED 式車内案内表示器、誘導輪、車椅子スペースが、新設などで7200系や、当時の9000系、第5編成に準じた装備へ改良されている。 2008年より、軽半線閣車両の新塗装への変更が開始され、2012年2月に、7000系全編成の新塗装化が完了した。2015年頃に4編成すべての全商灯が、LED に更新された。その後、一旦、4編成すべてが、電球に戻されたが、後に全編成が再び LED に交換されている。2009年4月1日現在、 ピタパのラッピングがされた、京阪7000系トーマス号ラッピングの京阪7000系全編成ともに、過去にラッピング車両となったことがある。ありがとうございます。